どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、今日、9月の16日なんですけども、とうとうシーズン導入されましたね。マリオットボンボイのホテルについてなんですけども、シーズン導入についてね、ちょっと今までどうなるんだろうなと思って全然分かんなかったんですけども、今回ね、シーズン導入されてですね、まあ、ホテルがまあどんな感じになったのかっていうね、紹介していきたいなと思うんですけども、まあ、私の予想としてはですね、シーズンはもう本当に、まあ、こっからここオフシーズン、こっからここスタンダード、こっからここピークみたいな感じで、まあオフシーズンですね、オフピークですね、スタンダードピークですね、この3つに分かれたんですけども、そのもう本当に期間でね、分けられることをね、私は想定してて、まあ日本でいう繁忙期はもう全部ハイシーズン、まあピークですよね、に分類されるんじゃないかっていうふうに予想してたんですけども、まあ、どうやらですね、まあ、ちょっと私が調べたところ、まあ、ちょっとニューヨークで調べちゃってるんですけど、ホテルの、まあ、本当にホテルによってこのシーズンっていうのは、シーズンっていうか、そのスタンダードオフピークピークっていうのはね、分けられてるのは、まあ、ピークは結構偏りがあるんですけども、このスタンダードとオフピークっていうのは本当にホテルの空室状況によってちょっと変わってるんじゃないかなっていうふうに見られますね。っていうのも、そのホテルでね、そのオフピークの設定されている客室っていうのは本当に日付がもう全然違うので、まあその期間でここからここみたいな感じじゃなくて、このホテルだとここの多分日付は埋まり具合が悪いからオフシーズンみたいな感じでされてるようにね、イメージできます。で、このシェラトンタイムズスクエア、まあ、私ね、もうこれも動画もアップしてて、昨日、先月8月の初め半ばか、初めですね、行ってきたんですけども、これについてね、これの、シーズンが導入される時のね、動画もちょっともう出してるんですけども、その時に言ったんですけども、シェラトンタイムスクエア、私が宿泊した時はまだ35,000ポイントですね、35,000、1泊。それが、このシーズン導入とともになぜかさらっと5万ポイントに上がったんですよ。さらっと5万ポイントに上がって、と思ってたら本当にやっぱり5万ポイントに上がってるんですよね、今調べたら。で、スタンダードが5万ポイントで、オフシーズンが4万ポイント、ピークになると6万ポイントまで上がるっていうホテルね、さらっと変わってたんですよね。ですんで、そのどんな感じで仕上がるのか本当に予想できなかったんですけども、結局は本当に部屋によってそのポイント数がね、変わるっていう、そうですね、部屋によってその日のその日、その日の空室状況によって、ポイントが、ある程度変わるっていう感じですかね。で、ニューヨークの場合に限っては、そのニューヨークって基本的に1月2月ってすごいオフシーズンなんですよ。観光に対し、観光の人にとってもそのオフシーズンで、1月2月って行かれる人、やっぱり夏とかそういう普通のシーズンに比べてすごい少ないんですよね、ニューヨークって。まあすごい少ないわけじゃないですけども、まあ、基本的には少なめなんですよね。ですので、オフシーズンっていうシーズンとしては1、2月は間違いなくオフシーズンなんですよね。まあ今ざっと見た感じでも、そのパラパラあるオフシーズンと本当のオフシーズン、1月2月はもう本当のオフシーズンみたいな感じで、オフシーズンだけは1月2月はね、ほとんどオフシーズンの設定がされてるっていう感じですかね。まあ、ニューヨークのその1月2月がまあなんでオフシーズンかっていうと、まあそのニューヨークって雪すっごい降るんで、まあ、1月2月って本当にね、ドカ雪が降ったりして非常事態宣言とか出ちゃうぐらいね、結構すごいことになりえますんで、で私もね1回食らってますんで、3日間いて、2日間ほとんどホテルの中にいたっていうね、で3日目は空港にいたっていう、ね、っていうのも1回食らいましたんで、そのぐらいね、運が悪いとニューヨークのね、雪ってのは結構すごいので、まあでもニューヨーカーはそれを楽しんでるみたいな感じで、まあ、私たちがね、普通に歩くのも辛いような思いしてたら、スキー板履いて
颯爽と行くニューヨーカーがいたんで、まあ、対応できてるんですよね。まあ、その話はいいんですけども、まあ、そんな感じでニューヨークのね、シーズン、オフシーズンはとりあえず1月2月っていうのは分かって、で逆にハイシーズンはいつかって思ったんですけども、このハイシーズンに関しても、ホテルによってね、違う感じがします。で、本当にこの日はハイシーズン、まあもちろんね、あれはあります、年末年始は見れたんですけども、まあ、それ以外はね、そこまで極端にここがここみたいな、ハイシーズンみたいな感じでね、あんまり見て取れなかったんで、まあ、ハイシーズンもどっちかというとホテルの空室状況によって変わってるのかなっていう感じがします。まあ、12月はね、基本的にニューヨークってハイシーズンなんですけども、そのハイシーズン設定されてないね、日付も結構ありましたんで、まあ、ハイシーズンに関しても、日付によってね、変わってるっていう印象ですかね。それでですね、そのシーズンが結局導入されて、5万ポイント、ニューヨークでいうと JW マリオットっていう、もう結構上の方のね、ハイブランドなホテルがあって、私が泊まった時も5万円ぐらいしたんですけども、そういう高いホテルでも、今回ねオフシーズンが導入されることによって、この5万ポイントで、ね、宿泊できる時が来ますっていうか、宿泊できる日付が設定されています。まあ、これはどういうことかというと、まあ、SPG アメックスを持っている方は、2年目以降のね更新で、5万円分のねポイント宿泊券がもらえますよね。まあ、これは足したりね、少ないポイントだから2泊したりっていうのはできないんですけども、まあ、この5万円分のポイント宿泊でもらえる券が、この5万ポイントのホテルで利用できますんで、まあ、そういうハイブランドのねホテルも、まあ、オフシーズンを狙えば、まあ、もちろんね宿泊することが可能です。まあ、一つだけ覚えておいてほしいのは、まあ、そのもちろんオフシーズンの5万ポイントの宿泊なんで、まあ、もちろんハイブランドであってもオフシーズンなんで、まあ、その年会費って SPG アメックス3万1000円税抜きでかかりますんで、じゃあそれ以上するかどうかっていうのはホテルによって違いますんで、ぜひね、まあ、ちょっと緻密な計算になって、まあ、そんなせごい話しなくてもいいんじゃないかって思うかもしれないですけども、ちょっと私はねそういうのも気にしちゃうんで、まあその5万ポイントでね宿泊できるってなった時に、いくらでその5万ポイントに対して、まあ、3万1000円年会費払ってますから、まあ、それ以上かどうかぐらいはねちょっと見ていただけたらなって個人的には思います。で、日本の場合ですと、リッツカールトン大阪とかね、そういう本当にハイブランドのねホテルも今後オフシーズンでね、あと沖縄のどっか公共ホテル、リッツカールトンだな、どっかも泊まれるようになりましたんでね、そのオフシーズンですけどもね、だからそういう高級ブランドのねホテルを、今回のシーズン導入でね、宿泊してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。多分3万1000超えてくると思うんですけどもね、まあ、それもね日付と日程一緒ですね日付によって変わりますんでね、そこはちょっと緻密に計算してもらって、私ももし利用するんだったらね、多分計算っていうかね、高い日を狙ってオフシーズンの中でも高い日を狙ってやはりね宿泊したいなって思う方なんでね、まあ、今回はね、マリオットボンボイのシーズンがね実際導入されての話をさせていただきました。まあ、これからね SPG アメックス、まあ、2年目の年会費をね迎える方もね この動画を見てる方いるかもしれないんでね、まあ、もしよかったら、まあ、そういう使い方もできますし、まあ海外旅行の場合はね、このオフシーズンの導入によって、まあ、今まで全期間でポイントって同じだったので、もしかしたら安くなるかもしれないんでね、ポイント数は。そういう意味ではいいですよね。私も、先ほども言いましたけども、言ったかな今年まだニューヨークに行きますので、そこでね本来ねポイント数14万ポイントが13万ポイントに、ね、減ったみたいなこともありましたんでね、まあ、そういう意味ではね、今回のこのシーズン導入っていうのは、まあ、私にとってはとても良かったんじゃないかなと思います。やはりね同じ
価格、まあ、同じホテルにね、宿泊するんであれば、まあ、1ポイントでもね安い方がありがたいですしね、まあ、今回は、マリオットボンボイのシーズン導入の後にねついて話させていただきました。まあ、この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。